本日の特別対談は、本作の作演出岩崎雅宏さんと、松井須磨子芸術クラブ主催の宮坂克彦さんをお招きし、意外と知られていない松井須磨子の人物像を知っていただく機会として、来週の公演をより深くお楽しみいただければ何よりです。ではそれでは、まず宮坂さんの方から、簡単に松井須磨子に関するご説明をお願いいただけますでしょうか。はい、真ん中にいるのがお母さん、左から2番目が須磨子、とても須磨子によく似ているのが一番、左側に、いるマスさん、このマスさんの、名前をひっくり返して須磨子にしたというのがこの小林家につい出ている、伝承です。早稲田大学の演劇研究所、文芸協会演劇研究所に入所、42年に入所します。先生、リーダーは坪井翔平さん、そして、運命の人が、島村ホームズさん、はい、で、第1回の支援会は、ハムレット、オフェリアを演じて好評を得ます。わずか1年で大女優が誕生してしまうという考えもしなかった事実が出てくるわけです。芸術クラブという建物ができます。これは小劇場でもあるし、また安い値段でそういういろんな新しい試みをする人たちに、貸し席として貸していたということもあります。はい、ただこれを作ったために借金がかなりあるんで、自分たちはここにいられなくて借金返すために全国をこう、講演して歩くということになっています。でもうとにかくたくさんの芝居をやっていくわけです。妻子は本月の後を追って旅立ちます。はい、これ最後に、その前の日に撮られた写真です。はい、以上です。松井須磨子の聖地巡礼をしながら、そしてその中で宮坂さんにもお会いして、ここでは話せないような立ち入ったことも、いや須磨子はこんなことがあったんだよなんていうことも聞きながら、そこから一生懸命こう台本を書き上げたという経緯があります。須磨子は、なんていうんですか、早稲田とか、はい、宝月とかいろんな人たちのバックアップのある芸術家で頑張ったんです。ところが当時っていうのは工業士の世界の時代で、そうしたことに対しての挨拶がなければそこで血の雨が降るぐらいの時代、それから女優に関して言うともう人権なんか何もない、そういうような時代があって、その中で、やってきてる、そういう当時の背景みたいなことを考えた時にね、須磨子はある意味でも非常に恵まれていたっていう言い方もおかしいんですけど、はあったと思うんです。でだからこそ逆にすごい嫉妬というか、いろんな周りから須磨子に対する批判というのはあったと思うんです。あれですね、お父さんを早くに亡くしてる須磨子が、まあ、2人の養父も亡く、長谷川智介さんですか、もう亡くなってて、お父さんとお父さんも亡くなってて、で宝月との僕は年齢差がやっぱりすごく気になるんですよ ね、はいはい、だからいわゆる亡くした父の面影みたいなものが宝月にあるっていう切り口で今回ちょっと書いてみたり、はい、してるんですよね。そうですね、多分あると思いますね。結局幼くしてお父さん2人亡くして、2人って言わないんですけど、亡くしてるわけですよね。そうするとその時に自分、その時に本来だったら自分の中にこう父親像ってものを育むことで成長するわけじゃないですか。ところがそういう育む期間がほとんどなかった。で上田のお父さんも病弱だったということで、ボタンバケっていう彼女が書いた本の中では、はいはい、お父さんが生きていらっしゃったら私はみたいなところ結構書いてると思うんですけども、まあ、そういう意味での父親像を結び切れなかった須磨子が、宝月に父親像を求めるってことは確かにあったような気がします。須磨子は芝居の前です、ちょっとイライラしながら他の女優さんにあれしろこれしろみたいなことを命令してたんで、それを見て、普通だと嫌なやつだというふうに思うでしょ。ところが吉井さんはそうじゃなかったんですね。それを見てなんとなく電報な、あ、電報だね、女の人、キラレのおとみさんに似てるっていうふうに感じるんですよ。で、あれ、要するにそれはどういうことかっていうと宝月のためなら
自分は悪い女になって防波堤になってもいいよというそういうような感じを受けたってんです。その途端にスマホが大好きになった。だからスマホのこれを作ったんですよみたいな手紙があるんですね。今回調べれば調べるほど今の我々小劇場世代の吸ったもんだととても似てるなっていう感覚を持ちましたね。小劇場が、まあ、たくさんこう出てくる、あのそれと同じですよね。あの時代、演劇、研究所がダメになったあとたくさんのこう小劇場が出てくるっていうね。そういう中から結局みんな結局一つは大きな問題としてお金で潰れていきますよね。そうです。それから女の問題で男たちが潰れていきますよ、ね、で唯一残ったのは芸術だったっていうことなんですよね、はい、結局彼は亡くなる前に何を夢見ていたかといえば、うん、自分たちが芸術さを作ったと、うん、芸術クラブを作った、うん、そしてここで、いろんな人たちを育てようと、うん、でやがてはそれを、総合的な芸術大学にしていこう、で我々はそれを学ぶためにアメリカやヨーロッパに、まあ、留学や遠征やそういうものをしていこうという夢を描いているわけですよね。ですから、まあ、そういう意味で言うときちんと自分の足場っていうのを芝居っていうところに持ってそして動いたっていうのはすごかったんじゃないかと思うんですよ ね、 そうですね。これがもし例えば坪内逍遥シェイクスピアだったらもう定番の資料があるわけですけど、はい、松井スマホ残ってないところが魅力です。そうですね、ある意味でそういう意味ではどういう芝居の中でどういうゾーンを作れるっていうか、松井スマホって、まあ、富士山があるとしたらいろんなところから登れるみたいなね。あ、そうですね、そういうのはあると思いますけどね、そして朝ドラの題材にはやっぱりスマホならないんですもんね、これと思います。つまり最終回が辛すぎるんですよね。そうですね、だからすごく演劇向きの題材だなと思いますよね。そうですね、まあ、結局スマホがやった芝居というのは大体主人公なくなりますからね。そうなんです。これどういうわけでしょうね、どういうわけでしょう ね、 ね、そんなに当時の近代劇で最後主人公がなくなるものが多いかというとそうでもないんですよね。そうですか。だから、はい、演劇をやってる側からするとやっぱりスマホにそういう役柄をやらせると圧倒的に面白かったんだろうな、はいはい、それね、はい、彼女は精神的にもどんどん苦しくしていったようなところもあるんじゃないかなと、そうですね、うん、思えたりしますけどね。だからそういう意味ではね、死というのに対する意識っていうのは常に持ってたんじゃないかなって気がするんです。そうでしょうね、体当たりでどんどんやっていくんだから、はい、死ぬ人の気持ちってどんなだろうってきっと考えたでしょう ね、 ね、あると思いますね。それに取り憑かれちゃったところもきっとあるんじゃないかと思いますね。はい、今回その舞台制作、まあ、来週公演になりますけれども、はいはい、どんなお話というかお話できる範囲で構いませんか。はい、旅公演が多かったのでいろんな地で公演してスマホがどんな発言をしたかという場面もあるんですけど、上田にも、大正4年の7月、5、6、5日の10時40分に上田の駅に着いて、もう5時から公演だったっていうんですけど、その間の一コマの場面っていうのも書いて出たりしますので、新州発信のスマホのドラマとして、書けたかなと思っております。そのあたりもご注目いただいて見ていただけるといいのかなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。当時は、新劇がなぜここまで注目されたかというと江戸時代からこう続く歌舞伎が主流でした。で、いわゆる女方といわれる男性が演じる女性というのが主流だったんですけれども、まあ、その中でスマホが出てきたと。それからまあ今岩崎さんもお話ありましたけれども劇中歌ですよね。もちろんその彼女のセンセーショナルな生涯というのも非常にまあ話題性となってお客様を集めたというのもあったと思うんですけれども、やっぱりその彼女自身のその魅力、女優としての魅力、もちろん人間松井スマホとしての魅力っていうものがあったから、これだけの大女優と、新劇を近代劇を変えた大女優という評価があるんではないかなと思います。そのあたりもぜひ来週のお芝居で見ていただければいいなと思っております。はい、それでは本日はありがとうございました。宮坂さんと岩崎さんに最後、大きな拍手でお願いします。